200人近くの不法移民が隠れ家などの場所で人身売買の危険から救出されました。アメリカ連邦政府の保護下にある同伴者のいない未成年者の移民の数は過去最高を記録しました。テキサス州国境沿いの都市ラレドでは180人以上の不法移民が3つの異なる隠れ家から救出されました。5月4日、 国境警備隊員と警察官によって数時間のうちに救助されました。国境警備隊副チーフパトロールエージェントのカール・ランドラム氏はこれらの隠れ家から救出された人々はすべて自分の意思に反して拘束されていたと語りました。3つの隠れ家にそれぞれ68人、50人、65人の不法移民が拘束されていました。救助された不法移民はエルサルバドル、 グアテマラ、メキシコの国民であることが確認されました。また、それぞれが医学的な検査を受け、適切に手続きが行われました。ランドラム氏は、人身売買がいかに危険であるかを強調し、人の命を救うことができるかもしれないとして、不審な行動を見かければ通報してほしいと呼びかけています。この3つの隠れ家はすべて閉鎖され、関係者は逮捕されました。 また連邦政府に保護されている同伴者のいない未成年移民の数は過去最高を記録しています。5月4日現在、約2万5000人の未成年者がアメリカ保健福祉省またはアメリカ税関国境警備局に保護されています。これはアメリカ保健福祉省の発表に準じています。この数字は2018年にトランプ前政権が家族関係を確認するための DNA 鑑定を行う際に移民親子を分離していた時期や2019年の国境危機の時も含めアメリカ史上最も高い水準ですアメリカ国土安全保障省のアレハンドロ・マヨロカス長官は5月1日同伴者のいない未成年者が国境警備隊の施設で過ごす時間は減少していると発表しましたマヨロカス長官によると 同伴者のいない未成年者が拘束されている時間は現在平均20時間とのことです。これは3月の平均130時間から大幅に減少しています。法律上の上限は72時間となっています。未成年者は国境警備隊の施設で手続きを終えた後、アメリカ保健福祉省の管理下に移されます。アメリカ保健福祉省はアメリカ内で未成年者の身元引受け人を探しています。 バイデン政権下でアメリカ保健福祉省はこれまでに全国で13の収容施設を開設し未成年者を収容しています。NTD ジャパンがお伝えしました。